ジョーダン・スコット・アデルは、アメリカ合衆国ケンタッキー州、ルイビル出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ、MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。2017年の MLB ドラフト一巡目で、ロサンゼルス・エンゼルスから指名され、プロ入り。2018年は、A 級バーリントン・ビーズと、A 級インランド・エンパイア・シックスティ・シクサーズでプレーし、オールスター・フューチャーズ・ゲームに、 アメリカが州国選抜として出場した。2019年は AAQ インランドエンパイア、AAQ モービルベイベアーズ、トリプ AAQ ソルトレイクビーズでプレーし、3球団合計で76試合に出場して打率。289、10本類が36打点、7盗塁を記録した。また、7月にはオールスターフューチャーズゲームのアメリカンリーグ選抜に、 選出された。オフには11月に開催の第2回 WBSC プレミア12アメリカ合衆国代表に選出された。2020年8月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のシアトルマリナーズ戦に7番右翼手で先発出場してメジャーデビューを果たし、初回の第一打席でジャスティン・ダンからメジャー初安打となる。 内野安打を記録した。29日のシアトルマリナーズ戦で2回にジャスティス・シェフィールドからメジャー初本塁打を記録。2021年8月25日のタイオリオールズ戦ではファンサービスで左翼席にボールを投げ込むも、そのボールがオリオールズファンの子供が持っていた飲み物に直撃し、こぼれてしまう。すると、アデルは次の回の公式交代時に、 自らのサインバットを持って守備位置まで走っていき飲み物がこぼれた子供にそのバットをプレゼントした。さらにその子供から写真撮影を求められて一緒に写真に収まった。アデルの紳士的な振る舞いに感激したその子供は自身のツイッターでジョーアデル選手バットをありがとう。新しいお気に入り選手とつぶやいた。ありがとうございます。